てたのか。またな。私に控訴を進めに来たと、そう伺いましたが、何か新しい証拠でもあったんですかね。間宮由衣から話を聞きました。あなたは三越場殺しのアリバイを偽装するためにあえて痴漢の濡れ衣を着た、ですよね。ほう。目的は息子さんの復讐と、大々的にその罪を逃れて法を嘲笑ってやること。おっしゃってる意味が分かりません。江原さん、多分あなたが思っている以上に私たちは事態を把握してます。どう把握されてるんです？先ほど矢上さんが言いました。あなたは無実です。痴漢の事実に関しては私は弁護人として控訴を申し立て、改めてあなたの無罪を主張します。いえ、結構ですよ。私は卑劣な痴漢です。検事も裁判官もそう確信して判決を出したんですから。痴漢があった10月7日、あなたは午前6時半ごろ都内にではなく異人町にいたはずです。いえ、家にいましたよ。そんなわけはありません。ん？息子さんを自殺に追いやった男をあなたは存分に痛めつけたかったはずです。自宅にいたんじゃその機会を逃してしまう。だからやっぱり異人町にいたんでしょ、江原さん。そして三越場が家を出てくるのを待ってたんです。桑名の元教え子たちと一緒に。車に引きずり込んだ獲物は異人町の廃ビルへ連れて行ったんですよね。後に殺害現場になる場所です。三越場は指の骨を全て折られていました。彼が敏郎君を死に追いやったことを考えれば理解はできる行動です。きっと一切手を抜かずに三越場を痛めつけたんでしょう。たっぷりの苦痛と恐怖を味合わせた。そこにあんたがいなかったなんてありえないよ。かけてもいい。それで？続きが聞きたいか。あんたにはもう全部分かりきったことなのに。いや、あんたらの突飛な発想に興味があるんだよ。みこしばを痛めつけたあんたが次にしたのは、これは素晴らしい動画だ。あんたは三越場の体に自分の痕跡が残らないようにしてその喉をかき切った。死亡推定時刻は10月7日の午前7時半ごろ。血まみれのコートを脱ぎ捨ててあんたは急いで移動を始めた。行く先は間宮由衣の待つ池袋駅。どうかな。私は7時半過ぎにはもう池袋にいた。異人町で三越場を殺すのは時間的に不可能だよ。池袋で防犯カメラに映っていたのはあんたそっくりの替え玉だ。その正体は異人町の便利屋で桑名仁。
もしかしたらあんたには別の名前を言ってたかな。元高校教師の北方優って。あいつはどっちの名前をあんたに言ってた。誰のことを言ってるのかわからない。桑名が駅の防犯カメラに映ってる間、あんたはまず池袋で間宮優衣と会った。そこで彼女の用意してた下着に触れた。その時手についた微物は後々痴漢の証拠として警察に検出される。そしてあんたは一足先に電車で新宿駅、その後間宮優衣と桑名が痴漢騒ぎを演じながら新宿駅に到着。電車から飛び出した桑名を間宮優衣が走って追いかける。そしてあんたは何台も防犯カメラがある駅のわずかな死角で自分と同じ姿をしている桑名を待ち構えていた。改札を通した IC カードはここで桑名からあんたに渡される。午前7時43分に池袋に至って物証の一つだ。そうやって同じ姿をした二人は瞬時に入れ替わった。でも人混みの中、周りの通勤客は気にも留めない。だからきっと間宮優衣が周りに助けを求めたのはあんたらが入れ替わった後のはずだよ。その先はテレビで何度も流された通り、大勢の前であんたは痴漢として取り押さえられた。現役警察官が痴漢で逮捕、往生際悪く捕まる姿は世論の怒りを買いました。結果初犯であるにもかかわらず実刑判決。誰もが卑劣な痴漢に妥当な制裁であると感じていました。弁護人である私でさえもです。もっと自信を持ってくださいよ、城崎先生。検事や裁判官、あなたのような先生方が何人も知恵を寄せ合った法廷で私は有罪になったんです。疑う余地はありません。私も敏郎にいじめはなかったとする判決を受け入れましたよ。法廷の下した決定には従うほかない。そうでしょう？ねえ、そうでしょうが。あんたの言いたいことはわかる。法廷が果たせなかった正義を自分で果たしたってことだよな。息子がされてきたことを誰もがなかったことにしようとした。学校もそこの教師も法廷もみんなあいつが死んだ理由に取り合わなかった。そこへ桑名が来た。実は敏郎君はやっぱりいじめを受けてましたと。でもそう吹き込まれただけであんたは桑名と共感し御子柴を殺したのか。彼は生きてるうちに指を全部折られていた。なんでそこまでの殺意が持てた。どうなんですか、江原さん。桑名から知らされた。ただあいつからいじめのことを聞かされただけで、あんたは御子柴を殺したのか。いや、それだけのはずがないな。沢先生からいじめの事実を知らされた。敏郎君がそのことを打ち明けたのは先生にだけだった。あんたは彼女からそれを聞かされたのか。そういうの当たらずとも遠からずって言うんだろうな。え？彼女は私と学校の裁判が終わった後、いじめがあったことを昔の恩師にだけは電話で告白していた。それが録音されてるとも知らずに。何？桑名さんがその音声を私に聞かせてくれた。沢先生が敏郎の担任や弁護士に口止めされてたこともそこで知った。
それは裁判中、私がずっと欲しかった敏郎へのいじめの証拠だ。沢先生の言葉でやっと私はあいつがどれだけ追い詰められていたかが分かった。他にいじめの証拠になるものはなかったんでしょうか。例えば敏郎君の日記とか。何もなかった。敏郎は私にも妻にもいじめのことは一切相談しなかった。多分私のせいで。どういうことです。あいつは中学の時にもいじめに遭っていたんだ。筆箱を捨てられたとか、教科書を隠されたとか。そしてそれを聞いた私は、お前が弱いからだ、もっとしっかりしろと叱りつけた。そうするべきじゃなかった。あいつが自分の受けた屈辱を私たちへ言うまでにどれだけの勇気がいったか。恥ずかしいと思ったはずだ。それでも助けを求めた行動、私は何よりもまず認めなきゃならなかった。よく打ち明けたと褒めるべきだった。なのに私は突き放してしまったんだ。そして敏郎はもう二度と私たちに弱みを見せようとはしなかった。どんなに辛くてもだよ。わざわざ横浜の私立に入ったのも私と暮らすのが嫌だったからだろう。なのにその清涼高校であいつは。だからあんたは御子柴に迷いなく殺意を向けた。さあな。桑名は沢先生との電話をあんたに聞かせたんだったな。あいつが現れたのはその時が初めて。なあ、彼は息子のために復讐をしないかと持ちかけてきた。警察官の制服を着ていたこの私にだ。大胆なやつだよ。でも今は感謝しかない。彼はこれまで他にも御子柴のような連中を何人も始末してきたと言ってた。そしていじめで子供を亡くした遺族に復讐を進めてきたそうだ。いじめっ子で済まされてしまった罪人に正しく制裁が加えられるべきだと言ってな。そのさじ加減を誰かが勝手に決めた先にあるのは法の機能しない世界です。法が万人に公平でなければ誰も従わなくなります。腕力や財力、そういう力の有無に左右されないからこそ法は力の弱い者も救えるんです。なら罪を逃れて笑う者を法が罰してくれなかった時はどうしたらいい。法で裁けない者を見過ごすのは法で守れない者を見捨てるということだ。人を罰するにはそれに足る証拠がいるんです。桑名さんに復讐を勧められた人の中にはやはり許されないことだと拒む人もいたようでね。ただそんな場合でも桑名さんの情報が警察に告げられたことは一度もない。それがどういうことかわかるか。復讐という選択をするしないに関わらず、桑名さんの勧め自体はみんな理解できる話なんだよ。なのに法ってやつは不公平だし不完全で。違うか。違わないよ。でも公平であろうとみんな努力してる。完全を目指して法律も変わり続けてる。それじゃ遅すぎるんだよ。敏郎は殺されたも同然だった。なのに御子柴弘は野放しにされてる。教師になろうと教育実習まで受けてたんだぞ。あんな人間が馬鹿げてる。法律が公平になるのを待ってたら私は老いぼれて死ぬだけだ。
敏郎のために三越芝がのうのうと生きてる社会は見過ごせない。なら私が手を汚す以外にどんな方法があった？私がやるしかなかったんだ。矢上さん、今の初めて三越芝殺しを認めましたね、三原さん。無能な警察に引き換えよく調べたよ、あんたたちは。桑名さんの計画した仕掛けは上々だった。それがこんなに早くバレるとはな。運が良かったんだ、間宮結衣には桑名に握られてた弱みがあった。あれが見つかってなきゃ彼女を喋らすことはできなかった。何の話だ？いやあんたに教える義理はないよ、江原さん。このままだとあなたは痴漢として刑務所に送られることになります。もちろんだ、それが狙いなんだから。有罪が確定して私は痴漢として罰せられる。そうなった後は警察や検事も自分たちからそれが誤りだったとは言い出せない。もしその後私が三越芝を殺してやったと騒ぎ立ててもな。あなたは出所後に殺人を自白するつもりなんですか？三越芝を殺す私の動画はもうみんな見たはずだ。もちろんあれは本物だよ。なのに検察や警察でさえあれをフェイク動画だと言ってくれてる。きっと私が自白したところで見て見ぬふりだ。まさかそんな。いや、あり得る話かもな。ただ連中がどう反応しようがあんたは構わない。そうやって法をコケにしたいだけなんだろう。敏郎君の件をなかったことにした法をさ。あんたはだいぶ分かってきたようだな、矢上さん。検察が三越芝殺しで私を調べるならまず痴漢に下した罰を撤回しなきゃ筋が通らない。しかしそれは法廷が犯罪者にまんまと騙された事実を大々的に認めるということだ。だから誰もが三越芝殺しの犯人を知りながらその罪を裁けず直視すらできない。そんな状況になったら最高じゃないか。あんたの気持ちもわからなくはない。そうやって越に行って喋りたくなるのもな。うん？けど今回の件であんたらは虎の尾を踏んだらしい。虎の尾？神室町の半グレたちを誰かが裏から動かしてる。その誰かっていうのが虎だよ。そいつがあんたと組んでる桑名のことを捕まえようとしてる。そして沢先生が巻き込まれた。拘置所でも新聞くらい読めんだろ。知らないか、沢先生は半グレに自宅へ押し込まれて殺されたんだ。桑名の巻き添えになって。彼女が殺されたのは知ってる。でもそのいきさつを聞いたのは今が初めてだ。神室町の半グレってRK か？ああ、ただ奴らが桑名を追ってる理由はまだ分かってない。あんたはどう思う？分かるわけがない。もしかしたらあんたらの危ないゲームが彼女を巻き込んだんじゃないのか？何？人を殺して罪を逃れるっていうのはそういうことだよ。そいつを取り繕った嘘がいつかどこかに大きな歪みを生む。そして考えもしなかったことが起きる。桑名はあんたも言ってたように三越芝以外の殺しも繰り返してきた。そのことが怒った虎を呼び寄せたのかも。そしてもしその代償を沢先生が身代わりに払わされたんだとしたら、あんたらの復讐こそ不公平じゃなかったか？彼女は法廷で嘘の証言をした。
敏郎へのいじめはなかったと嘘をついた。それは証拠もなく未成年の御子柴を名指しできなかったからだ。確かに彼女もその時の証言が正しかったかどうかずっと迷ってた。でもだから殺されても仕方なかったと。あんたが敏郎君のためにしたように俺も沢先生の死をはっきりさせる。どうやって？あんたや桑名のやったこと、その全てを公にするってことだ。それにはまず痴漢裁判を控訴して真実を正す必要がある。間宮結衣への痴漢について江原さん、あなたは無実です。先の法廷では十分な審理がされてませんでした。あなたの無罪を主張するために改めて控訴させてください。それで私に何の得がある？また法廷をコケにできるよ。どうせ無所に入ったら半年も暇なんだろ。わかった、好きにしたらいい。ただし。何です？私は法廷で御子柴殺しを認める気はない。そんな状況でも控訴なんてできるのか？それはやってみなきゃわからない。行こう、沙織さん。依頼人は控訴しても構わないと言ってる。そうと決まったらすぐに動かなきゃ。ええ、そうですね。八神さん、沢先生を殺したのは私じゃない。虎の尾を踏んだからといって私が彼女を死なせたことにはならないはずだ。その理屈だと敏郎君を殺したのも御子柴じゃないってことになる。あんたはそれを認められんのか？あんたのこと、桑名のこと、沢先生がなんで死ななきゃならなかったのか、全部俺らが暴き出す。彼女のためにできるのはもうそれしかないんだ。矢上さん、源田先生にこれからのことを報告します。どうぞ事務所の方へいらしてください。ああ。なるほど。じゃあ江原は御子柴殺しを認めたんだな？非公式にですけど、復讐は桑名から持ちかけられたとも言ってました。これで随分はっきりしてきたね。ええ、なので早速痴漢裁判の控訴を申し立てます。よろしいですね、源田先生。源田先生、痴漢と御子柴殺しは両方合わせて一つの事件だ。痴漢の無実を主張するには江原の御子柴殺しを立証しなきゃなんね。だが今のところその証拠はない。だよな。江原さんの殺人動画があります。検察はそいつを出所不明のフェイク動画だと言ってる。警察も同じ言い分だ。それは彼らが勝手にそう言ってるだけです。実際には江原さんの痴漢を示す証拠の方がフェイクだったんです。少なくとも間宮結衣たちの協力があればあの痴漢事件を捏造できたと主張できます。裁判所は控訴の申し立てを受けてくれると思うか？先生は無理だとおっしゃるんですか？無理とは言わん。ただ肝心の江原は法廷で御子柴殺しを認めないってんだろう。なら控訴したところで勝ち目はどうだ。決定的な新証拠もなく一審の判決にケチつけるだけの結果になりかねん。はあ、それだと沙織君の将来に差し障るんじゃねえか？はっきり言って私は随分見くびられていたものだと、そう感じています。何？沙織さん、もしかして怒ってます？ええ、残念ながら。ですよね。いいですか先生、
江原や桑名は司法のそういうしがらみにつけ入って今回の計画を立てたんです。バカにされたとは思いませんか。我々が検察や裁判所に忖度なんてしたら、それこそ向こうの思うツボです。弁護士が法と向き合うとき、自身の保身を気にしてどうするんですか。ああ確かにそうだ。そうなんだがよ。それに私は第一審で江原の無実を弁護しているとき、実際のところその主張を信じていませんでした。弁護する人間を信じもせずに法廷に立った自分を苦く感じていました。沙織さん、江原はそのことを見透かしていたはずです。きっと法の建前に縛られている私たちの姿をバカにしていたでしょう。それを私は見返してやらずにはいられないんです。お前の意見はどう思うんだ、八神。全部沙織さんに従いましょう。俺も江原や桑名の行動を理解はできますが、見過ごすことはできません。そうか、お前もその気になってんだな。ええ、ただ俺の動機は沙織さんより少し不純かも。どういうことだ。三越場殺しとアリバイ偽装の痴漢、それを裏で糸引いてたのは姿を消してる桑名です。奴を暗がりから引きずり出すには人目のあるところで光を当てる必要がある。だったら江原の控訴審はその絶好の場所になります。お前の目的は江原じゃなくて桑名なのか。確かに江原の件を検証すれば自然とこれまでの桑名さんの行動も浮かび上がってきます。そして桑名を引っ張り出せればそれを追う RK とその黒幕も動くはずです。 RK の相馬は沢先生が知りすぎていたと言ってました。つまり黒幕には人を殺してまで守りたい秘密があるってことです。そいつを掴まない限り沢先生が浮かばれることはない。俺らが彼女のためにできるのはもうその黒幕に報いを受けさせることだけです。わかったよ。なるほどな。もうとっくに引き返すって選択肢はなかったわけか。源太先生、どうやら俺はすっかり平和ボケしてたらしい。まあそれに若者たちの成長は甘く見てたな。すみません、先生に向かって生意気な口を聞きました。いや、そりゃこっちのセリフだ、沙織君。よし、ここまで言われちゃ腹決めるしかねえやな。もう諸君を止めるものは何もない。存分にやってくれ。はい。もしもし、八神氏、まだ神室町においでですかな。ああ、どうした。 RK が偉人町で数を増やし続けているんです。なんだか異様な空気ですぞ。そうなのか。それでどうも相馬や阿久津といった幹部たちがまだこちらにいるのではないかと思うのですが。どうかな。俺が相馬ならもう偉人町は出てるだろうけどな。沢先生の件で警察に手配されてるだろうし。なるほど、確かに。まあこっちもちょうど一段落ついたとこなんだ。これから偉人町に戻るよ。杉浦も借りたままだし、つくもにも情報を共有しときたいしな。了解です。ではお待ちしてますぞ。よし、行こう。
でしたか。なるほど、だいぶ見えてきましたね。うん、桑名さんじゃなくて北方先生か。その教え子たちが江原の御子柴殺しをサポートしてたってことだけど、でもそれだけじゃまだ説明のつかないとこがあるかな。と言いますと？ RK がなんでしつこく桑名さんを追ってるのかだよね、八神さん。ああ、そこに沢先生が殺されなきゃならなかった理由もある。もともと RK は偉人町に来る前、河合信也を探してた。ところが河合が殺されたらしいと分かると、なぜか急に探す相手を桑名に変えた。奴らの目的は何なんだ。考えて答えが出る問題じゃないのかもしれませんね。それこそ RK のメンバーから聞き出せないでしょうか。偉人町で数を増やしているようですし。ただ末端の連中に聞いてもろくな情報持ってないからな、あいつら。阿久津か相馬がいれば別なんだろうけど。そうですな。ここでじっとしてても始まらないか。ちょっと街に出てみるよ。うちはフットワーク軽いのだけが取り柄なもんでさ。またまたご謙遜を。ええ、八神氏にそう言われては僕らの立つ瀬がありませんぞ。来てたのか。よしよし、もしもし。白崎です。八神さん、今大丈夫ですか。ああ、どうかした。江原さんとの接見を思い返していたんですが、ちょっと引っかかる言葉があったんです。それで八神さんのご意見を伺いたくて。引っかかる言葉って。桑名は江原さん以外のいじめ被害者にも復讐を進めてきたと。そして江原さんは続けてこう言っていました。復讐を拒んだ人もいたけど、警察に告げた人は誰もいないと。うん、それで。桑名が最初に殺したいじめ加害者は自分の教え子だった河合信也ですよね。そのいじめを苦に楠本充君が飛び降りて今も昏睡状態にあります。だったら桑名はその親にも復讐を持ちかけたんじゃないでしょうか。楠本充の親。それで言うと確か楠本玲子だっけ。ええ、彼女は厚生労働省の事務次官です。それがもし過去に河合への復讐を持ちかけられ加担していたとしたら、今になってそのことを人に知られたくないでしょう。そこで桑名の口を塞ぐために RK を動かしたとは考えられませんか。RK にはおそらく誰か黒幕がいるということでしたよね。じゃあそれが楠本玲子。事務次官ともなれば半グレを動かせるのでは。一応筋は通るように思います。ああ、彼女のことは前につくもも調べてくれてた。ああ、すぐに話してみるよ。やったな沙織さん、
RK の黒幕が見つかったかも。矢上さんにそう言ってもらえて自信が出てきました。ああ、それじゃあ何か分かったら連絡する。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。月乃ちゃん、矢神さん。いやいや、ありがとうございます。矢上さん、もう帰ってきたんだ。てっきりどこぞで夜までお楽しみかと思ってましたぞ。今からここで楽しむつもりだよ。また楠本玲子のことを調べてほしいんだ。彼女が RK の黒幕だったかもしれない。え、つくも、こないだ見せてくれた楠本玲子の写真また出してくれるか。ほら、こちらを見てくだされ、矢神氏。楠本玲子が功労時間になったのは今年に入ってからですね。まだ1年経っていません。
今も評判はいいみたいだな。少なくとも彼女を悪く書いた記事は見当たらないようです。組織のしがらみにとらわれない省内改革、天下り企業にも厳しいメスって大活躍みたいだね。事務次官って官僚の一番偉い人でしょ。ああ、そんな人が過去に息子の復讐をしてたとして、そのことを知っている桑名の口を塞ぎたがってる。そういう事情だったら何かのつてで RK を動かすかも。何かのつてでというあたりがやや雑ではありませんか。うん、ただ RK は桑名さんを探しながら沢先生を、その、ああ、沢先生を殺して俺のことも殺そうとした。普通いくらヤバい組織でもそんな簡単に殺しなんてしない。リスクが高すぎる。でもそこに黒幕がいて、大きな後ろ盾になってるなら話は別だ。例えばそれが事務次官ってことなら腑には落ちる。ネット覗いてるだけじゃ何とも言えないね。やっぱり本人に直撃するしかないんじゃない、いつもみたいにさ。かもな。しかしそう簡単に会えるものなんでしょうか。楠本充は今も意識不明でいるんだったよな。ええ、どこかで入院してるならそこを張り込むって手はある。なるほど、それありだね。ん、おやおや、これはなんだよ。ネットに速報が、沢先生の殺害犯を手配とあります。で、ニュースでもやってますね。手配された犯人は私立高校の教員沢陽子さんが自宅マンションで殺害された事件で、神奈川県警は自称便利屋の北方優容疑者を指名手配しています。なんで桑名が。容疑者は以前、犯人は RK の相馬でしょ。事件の前後、現場周辺の防犯カメラに姿が映っていました。また10年以上前から偽名を使用していたとみられ、警察は沢さんと何らかのトラブルがあったとみて行方を追っています。矢上氏、桑名さんが防犯カメラに映っていたのなら、そこには RK の連中も同じく映っていたはずですよね。ああ、そうだと思う。もっと言えば俺もどっかしら防犯カメラで撮られてたはずだ。なのに警察は桑名だけを指名手配してる。なんでだ。よし、聞いてみよう。誰に。県警の渡辺刑事、三越場殺しも担当してる。おう、探偵さんか。どうも。桑名が沢先生を殺したって何か証拠でも出たんですか、鍋さん。ニュースは見たんだろ。桑名は現場近くの防犯映像に映ってたし、被害者とは窮地の中、おまけにずっと偽名を使ってた不審者だ。俺は沢先生が相馬にアイスピック突きつけられてんのを見てます。現場には RK の足跡もたくさんあった。なのに桑名が犯人ですか。捜査本部はそう言ってる。俺に噛みついたって何も出てこねえぞ。何があったんです。また上からの圧力ですか。桑名だって重要参考人だろうが、それに組織には組織なりのやり方がある。お気楽な探偵は引っ込んでろ。だいぶイライラが溜まってるみたいじゃないですか。そっちは今どこです。あ、会って話せませんか。同僚に言えない愚痴とかも聞きますけど。鍋さん、お前に会ったとこで話せることは何もねえ。切られちゃったよ。矢上氏、今電話してた相手の周辺の音を拾わせていただいてました。幸い賑やかだったもので、鍋さんの位置がつかめましたぞ。え、本当かよ。中華街のメインストリートですね。すぐに向かえばきっと見つけられます。でも会いに行ったからって話聞いてくれる？なんて考えてるうちに鍋さんはどっか行っちゃうよ。さすがフットワークの矢上探偵事務所。かなわないね。
八神、お前何やってんだこんなとこで。あ、鍋さん。それとそちらは確か桜井だよ。そうでしたね。お前ここにいるのは偶然じゃねえだろ。鼻の利く仲間がいるんです。で、そいつらも俺も今回の警察の動きには嫌な匂いを感じてる。なんだと？沢先生の件で警察が RK を追わないのは何でです？それとも俺が知らないだけでもう調べ終わったんですか？こんなとこで話せることじゃねえ。なっ、おいこら。警察が真っ当に機能しているか怪しいんだ。おとなしく言うことを聞く義理はないよ。なんだと？桜井、俺はちょっと便所だ。先に署へ戻ってろ。え？お前も来るだろ、八神。そろそろ小便したい時間のはずだ。ええ、言われてみればそうですね。ついてこい。くそ、何なんだよ。えらくロマンチックなところまで連れてくるんですね。ああ、クソみてえな話をしなきゃなんねんだ。景色くらいは良くなきゃな。県警は沢先生の件、本気で桑名が犯人だと考えてんですか？遊び半分で指名手配なんかしねえよ。札も出てる。桑名一人だけに？その本名は北方優。ずっと偽名でいた挙句、事件のあった時刻、昔の教え子の殺害現場に来てた。俺の目から見ても十分怪しい野郎だね。 RK の相馬はどうです？あいつだって周辺の防犯カメラに映ってたはずです。先生のマンションに入ってくとことか。映ってなかったよ。ふんなバカな。いや、言い方が悪かった。現場周辺で RK を捉えた防犯映像は残ってない。何ですそれ。三越場殺しが起きて以来、警察の上の連中はとにかく政治ってやつにかまけてやがってな。警視庁とどっちが江原を取り調べるか手柄取り合ってる頃までは俺もまだ理解できた。だが殺人動画が出てからはガタガタだ。今回の沢先生の件についちゃもうわけがわからねえ。上にいる誰かは本気で何か事件の真相を隠そうとしてる。隠せるつもりでいる。このご時世にだ。何の話です？警察が組織ぐるみで何か隠してると。まず沢先生が殺された現場周辺の防犯映像だが、押収後に警察内部の誰かが消した。 RK の連中が映ってたであろう部分のデータがどこにも見つからない。防犯映像消した？ああ、残ってたのは桑名がマンションを出ていく姿だけだ。お前が映ってた部分も消されてたよ。事件の前後、防犯映像に映ってた不審者は桑名一人だ。誰が防犯映像を消したんだ？誰ならそんな真似ができる。お前も手引け、八神。三越場の件も沢先生の件も追うだけ無駄だ。おまけに多分こいつは最悪のケースだが、桑名はこの先事故に遭うぞ。何？見つかったが最後、うっかり何かの弾みで警官たちに殺される。暴れたところを取り押さえたら死んじゃいましたとかな。どうも警察の上にいる誰かは桑名に消えてもらいたいらしい。あんた本気で言ってんのか？桑名は何かでかい力にロックオンされてる。だが消されると予想がついても止めようがねえ。俺はもう他の事件を追うよ。お前も組織の一員になりゃわかる。自分の身内がどうしようもなく腐ってたら見ないふりするしかねえだろ。俺はさ、もっと分かりやすい悪党を捕まえて
真っ当な刑事でいたいんだよ。ざけんな臭いもんに蓋をして身内以外の悪党にだけ正義面で説教垂れんのか。あんたそれでも刑事かよ。てめえ誰に向かって口聞いてんだこの野郎。まだ話は終わってねえだろう。鍋さん、防犯映像を消すことができんのは誰だ。うっかり桑名を殺させたいのは誰なんだ。そいつを知ってお前に何ができんだ、エボ探偵。手を引け八神、お前のためにも言ってんだ。俺のためなら手を引くなと言ってほしいね。もううんざりなんだよバカ野郎が。この分からず屋が。うわ！